なんで小屋ひろとさんかなって。あれです、なんか沖縄のサッカー教室やった時にこれひろと君が貼ってて、お前携帯に貼っとけって言われて、それからずっと貼ってるだけです。そうです。いや使わないでくださいよ。今月は新加入スペシャルということで、横山明幸選手と藤田和樹選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにお二人はもう仲良しさんですか？ロッカーは隣なんで、話す機会はまあ多いかもしれないです。結構最初なんか おじゃらけてんのかなっていうイメージだったんですけど、今すごいここまで接している中ではすごい真面目でっていう印象はありますね。いやもうサッカーめちゃめちゃ好きだなっていう印象がやっぱすごい、こうなんか常にボールといじってるイメージもあるし、優しい先輩でありながらこうサッカー少年だなっていう風にすごい練習中も練習外でもよく思ってます。よりお互いを知っていただこうということで、ちょっと経歴のフリップをご用意いたしましたので、経歴のフリップを見ながら、ベルディと新潟との下部組織といいますか育成組織出身なんですね。はい、ベルディもベルディっぽくないんですよ。いや本当にベルディはなんかベルディって感じなんですよ。友達と本当に。なんか多分ベルディのユースの時とかも全然試合出てなかったんで、こうサッカー上手い人が偉いみたいな雰囲気がちょっとあるんですよね。はいはいはい。だから僕はその高校時代とか上手く試合出てないから、上手くない部類だったんで、立場も低かったしっていうので、そういう部分でのベルディっぽさっていうのは今はないのかもしれないですね。全く試合出てないんで、関東の大学とかになんかこうスポーツ推薦で行けるわけもなく、まあ、その中で北陸大学の監督さんとかに、うちの大学でプロ目指さないかって言っていただいたんで、北陸大学に進学したっていう流れです。そしてその次の2019年無所属、はい、この空間の無所属時代はこれはどのように、はい、半月板ちょっと怪我してしまって、で半年ぐらいかかるって言われて、でもその半年後がもう2月とか3月とかだった、もう卒業の時期で、自分から練習参加お願いしてどうですかって判断してもらう感じだったんですけど、でもその怪我しちゃったから練習参加に、ね、もうお願いできなくて、やっぱりしっかり怪我治さなきゃいけないなっていう1年間だった。辛い時期ですね。はい、感じでした。その中で藤枝が、そうですそうです、出会った。これも自分からの。そうですそうです。相当嬉しかったんじゃないですか。嬉しかったですね。ねえ、はい、今伺っててどうですか、藤田さん。すごいバイタリティ、私ちょっとすごいなと思って、自分から練習参加って。俺は無理っすね。俺はもう怪我した時点で諦めてると思うんです、うん、あ、そうです。怪我した時点でたらもう就活し始めますね。いやでも運が良かっただけですね。本当になんか博打っていうかギャンブルしてたような感覚で、おすすめは全然できないですね。同じこと僕ができたから、うん、なんかやれっていうのは全然言えないですね。いやだって誰もがそんな道行けないですからね。本当にそうやってこう見て藤田選手の経歴を見ると、藤田選手はこう順調に新潟で順調にこうすくすくと育てらっしゃったのかしらという印象なんですけども。いやなんか横くんの話をしたから、そうなんか見えるんですよ。やっぱでもめっちゃわかるよ、俺はわかると思う。先ほどベルディのユースはこういうイメージってありましたけど、新潟のユースはどんな感じなんですか。全寮なんで、みんな寮、はい、全寮の通信制なんですよ。ここ、あ、そうなんだ。え、藤田選手は新潟に住んでても寮、はい、絶対、へー、で、二部連とかもあるんで、
月曜日だけまともに学校行って、うん、火曜日は午前中9時半、9時半とか9時から練習して昼ご飯食って1時から3時とか4時ぐらいまで授業受けて、そこからまた午後練習か筋トレみたいな、すごいっす。だから火水それやって、木曜日は逆に4時ぐらいまで勉強してて4時からまたサッカーやってみたいな。うんうんうん、すごい。恋愛とかできないってこと？ない。マジでない。何もないです。で高校の青春なんかないから。そうだよね。でもモテたでしょ、サッカーとかね。いやいやいや、できる人モテるでしょ。だってモテるとかそう、出会いがない。出会いがない。トップに上がった新潟時代はどうでした？いやもう1年目はきつくて、うん、練習終わったとか風呂場で泣いたりして。トップチームの練習、はあ、いやもう自分が思ってたより何もできなすよすぎて、うん、試合出れずに結果残せなかったら自分の人生終わるなって、うん、サッカーしかやってきたことないやつが社会に出てどうすんだっていうふうには思ってたんで、とりあえずもう必死に毎日頑張ろうと思って、うん、先輩たちから言われることを素直に、もっと筋トレやれよって言ったら筋トレやってたし、そういう先輩たちにこうちゃんと言ってもらえたっていうのが一番大きいかなとは思います。私たちはジェフを応援しています。ジェフジェフジェフ。横山先生のそのピアノっていうのが非常に、これどっから持ってきたんですか？あれです、ノート。わあ、聞けるんですか？じゃあ俺ピアノ弾けるるんだけど。本当にいけるんすか？まあまあまあ、人練習すれば。でもなんか弾けるっていうのをもう隠していこうかなって思ってた。いやだ、ごめんなさい。いやかっこいいっすよピアノ。いや本当に、ね、だって足でサッカーして手でピアノってすごくないですか？かっこいいっすよ。俺大人になってやっと理解しました、ピアノってかっこいい。マジで俺なんか特技ないから、なんかこんななんかありきたりなの書いてるからね。僕は新しく人間関係を構築するのは結構苦手だし、新しい場所に飛び込むのはもう恐怖でしかないですよね。だから一人の人間としてはすごい幸せな生活を藤枝で送れてたので、本当に周りの人からは別に今環境変えなくてもいいんじゃないっていうような見られ方をしている状態でも、なんか自分の中ではこのままではいけないっていう恐怖心があって、なんか新しい一歩を踏み出さなきゃいけないなと思ってたタイミングでオファーをいただいたので、勇気を振り絞って決断したっていう感覚です。自分では自分の可能性を1年目に信じてくれた栃木の社長だったり強化部の人だったり監督だったりコーチたちに対するこの思いをないがしろにするっていうのがすごいネックで、実際こう千葉からお話をもらった時もすごい悩みましたし、今年パリオリンピック行くっていう目標があるので、ちょっとでも上のチームに行きたいっていう思いからこの千葉に来させていただきました。いろいろとこう2人のことを調べようということで、番組のスタッフがこう横山選手のこととか調べていたときに、横山選手のですね、この才能すごいんじゃないかというところに気づいたということなんですね。でそれがですね、はい、画面映るかな、こちらになります、はい、筆が立つということで、はいはい、その文章を書くのが、はい、あ、うまいですか？うまいですよねっていう印象、本当に。本当ですか？筆が立つってそういう意味で。俺字が上手い。俺も字が上手いかと思った。字切ったのかな。そう思った。
藤枝前 FC を去る時の思いとかの文章とかもすごく上手なんですけど、はい、で、もう、はいはい、得意でした書くこと昔から。いやいや全然ですね、僕もう国語はもう作文とか読書感想文とかもめっちゃ苦手であ、そうなんだ、はい、だけど計算とかとが好きなんですよ、理数系のが得意だったの方が得意なんですよね、なんで本を読むのとかもめちゃくちゃ苦手だし。あ、そうなんですか。絶対ゴーストライターだこれ。ちゃんと書いてます。ちゃんと書いてます。どれぐらいで書き上げたんですか、1400字。でもあれ30分とか1時間ぐらいじゃないですか。本当決まって。いやだから。でもなんかその時の感情をちゃんとあの文章に残さないと忘れちゃうと思って、うん、本当にあの千葉行きますって決めた日に。うん、書いたっす。だって俺読んだ時になんか綺麗だなって思ったっすもん、うん、そのなんか、ね、うまい、うまい文章の書き方が、ありがとう。しかもただうまいだけじゃなくて本当に思いがちゃんとストレートに伝わる書き方というか、ストレートにしか書けないんですよ、そのなんか、うんうん、あの作家的な周りくどい言い方ができない。別にしなくていいですよ。なんかかっこいいじゃないですか、でもそっちの方が、うん、藤田選手は苦手ですか、どちらかというか。そうですね、やっぱ綺麗な文章にするってなると俺の学力じゃ足らないです。すごい。え、なんかテレビみたい。服脱いでてね。入らないじゃないですか。開けるんですよ。え、なんでなん。むしろ仲良くなるもんね。いいことだ。地球上どこに行ったとしてもジェフの試合があれば必ず誰かが、ね、応援に行くと思うし、クラブを愛する人たちが集まってくる空間が好きという意味でずっとやってますね。初タイトルを取ったあの2005年のナビスコの決勝の時に合わせて、まあ、自分の中のジェフの気持ちを何か表現したいなというふうに考えて作ったのがこれで、今シーズン期待するところどんなところですか。ちょっとあの藤枝から来た横山選手期待したいです。誰か一人というよりはもうみんな大好きだし、みんなで力を合わせて目標を達成してほしいし、私たちも後押ししたいなと思ってます。ウィンバイオール、小森選手ですね、ゴールとか、まあ、裏へ抜け出してところを期待したいですね。自分田中和樹選手ですね、やっぱサイド切り裂くスピードもそうですし、やっぱ今シーズンはもっと得点取ってほしいなと思います。ジェフ、ジョワン昇格するぞ。お食べていただいて、美味しさをぜひ伝えていただきたい。めっちゃ責任重大すぎる。いつ食べても美味しいです。食べてください。横山選手をにもうとても期待してます。たくさん言われてると思うんですけど、本当に今年のジェフにたくさんの人が期待してるので、その気持ちも一緒に背負って戦ってくれたらとても嬉しいです。絶対昇格。おー